最初は JR 芦屋駅の駅前再開発事業の現場を撮影して、その情報を皆さんと共有します。 JR 芦屋駅の南地区では第二市街地再開発事業による整備事業が行われています。バスやタクシーの乗り降りができる乗降場が整備されます。この JR 芦屋駅南側での再開発事業は当初2028年9月に完成予定だったのですが、1年程度延期されることが2023年11月にマスコミ各社から報道されました。千里丘駅西口では再開発事業が行われています。千里丘駅西地区第一市街地再開発事業との名称が付けられた再開発事業では、敷地面積約7300平方メートルを1街区と2街区に分け、共同住宅や商業施設、駐車場などの開発が行われます。千里丘駅の西口では前回取材の2023年8月9日に比べ、建物の取り壊し工事が大幅に進んでいます。またお会いしましょう。